はい、どうも東京トニーです。前回はね、色紙を書くっていう話でコンセプト的なものを説明したと思うんだけど、こんな感じの子が書きたいよっていうので、それで今回ね、下書きを書いてみました。それがこちらです。じゃん。で、この絵を見てわかると思うんだけど、こんな感じで大体大まかにこんな感じになったよっていうのが、こっちとこっちのこっちになります。もうちょっと少女っぽくしてもよかったかなっていう気はするけど、まあまあまあ。あと細かいところで言うと、こっちの絵だとこの紙の紐みたいなやつはなかったんだけど、こっちの絵ではちょっとプラスしてます。あとこの宝石から出てるところのこれもこっちの絵ではないんだけども、こっちの絵では追加してあります。こういうのがブラッシュアップっていうやつだよね。いわゆるまとめっていうのかな。あとこういうところもちょっと変えてあります。雰囲気をこっちの絵だとただなんかこう棒がついてるだけだったんだけど、ちょっとそれだけだと嫌だなっていう感じがしたので、この斜線は色変えるつもりなんだけど、ここだね、ここ、この部分はもう色変えます。これで大体こんな感じにして、この絵を、色紙に描いていきたいと思います。とりあえず色紙出してみたんだけど、この部分を見てほしいの。これ見えるかな。色紙っていうのはもう軽い衝撃とかでも結構こうやって傷が残っちゃうんだよね。かな、だから結構注意して扱わないといけない素材なので、だから今回カーボン紙というものを用意して、紙がボロボロにならない工夫をしていくわけ。よし、じゃあ書いていく前にまずはカーボン紙をやっていくわけなんだけど、このまんまで書いちゃうとカーボン紙ずれていくので、ここにマスキングテープがあります。これをこうやってちょっと剥がして、でカーボン紙を固定していく。でこの際にクリップとかも考えたんだけど、クリップだとなんかクリップでカーボン紙の跡がつくの嫌だなとふと思ったので、今回急遽ね、マスキングテープを使うという方向に転換してみたいと思います。カーボン紙とか使うのすごい久しぶりなんだよね。一般の人、俺も含めカーボン紙なんてそうそう使う機会がないから、ほんと領収書に裏に使うぐらいの素材だよね。また昨今は結構デジタル的な方面で、こんなカーボン紙なんてアナログなものを今時使うやつなんていないと思うんだけど、でも俺びっくりしたのが、カーボン紙とかって普通になんか買えるんだね。ホームセンター行くと、カーボン紙って売ってて、それ自体が俺は結構驚いたんだけど、やっぱどんなところにも需要というものはあるんだなと。で、こうやってカーボン紙を裏で固定してあげる。こんな感じでね。で、このカーボン紙くんがずれてもらうと困るので、結構ピタッと貼りたいよね。色紙なんて裏面正直どうでもいいで、これでね、4箇所ちゃんと止まったと思うので、ここからやっていきたいと思います。絵を置いて、高さ位置を調整し、
こんなもんかな。見えとるかな。よし、じゃあやっていこう。まあ、色変えるか。ボールペンの色とかあったかしら。ちょっとストップをして。ずれないようにね。ちょっといいや。ここに青の色鉛筆があるんで、これでなぞっていく。どうしてこんなことやるかっていうと、一度なぞった線、なぞってない線っていうのが分からなくなっちゃうから、まあ、ちょっとした工夫です。カーボン紙自体は別に上から押してやればね、普通に描ける素材なので別に筆記具である必要性とかもないから、まあ、こういう作業はね、退屈なんでちょっとスキップしていきたいと思います。はい、というわけで色紙を変えていこうという企画になってるんですけども、現状ペン入れまで進んでこんな感じになってます。じゃん。一応これ左右差で色がちょっと分けてあります。これなんでかっていうと、こっちの方から光が当たってるよっていう前提なので、こっちの方はちょっと光をまぶしめに、特に色の使い分けとかは結構しっかりしてて、こことかはピンクで、でもこっちはちょっとワインっていう感じの、そういう感じのグラデーションを使ってます。でこっちの方は黒っていうね。何を描くかによってこうやって色を変えていくと雰囲気が結構変わってくるので、で今回はこれをちょっとペン入れして、ペン入れじゃないのか、今回はこれを塗っていきたいと思います。まあこの線画の色を変えるっていうのはね、ちょっと最勇気の人、最勇気リオーデットとか書いてる人がやってて、ちょっと名前読み方あれ難しいから分かんないんだけど、にちょっと触発されてやってみたんですけど、まあなかなかいい感じにできたのではと思ってます。これをね、今度色塗っていくんで、ぜひ見てください。はい、一部分塗り終わりました。それがこんな感じです。だとね、ここからさらにもっともっと色を重ねていきたいと思います。はい、途中経過はこんな感じです。一応ね、紙にちょっと赤を入れつつ、これだけでも結構ね、なんか雰囲気出てきたよね。これをさらに塗り進めていくわけなんだけども、次は何だろうな。こういう紙の細かい部分をやっていくわけなんだけれど、ここでさらに雰囲気をまた出せたらいいなと思います。
まあ話すこと自体もそんなに今回はないんで、じゃあまあ今回もまたこれで時を飛ばしていきたいと思います。髪を塗り終えました。とりあえずこんな感じ。で、次は肌を塗っていきたいと思います。またここでワープを入れていきます。はい。というわけで、肌色ベース塗っていきました。ここまで来るともうだいぶね、絵としてもクオリティが上がってるんじゃないのかなと思います。で、一応ここで小話なんだけども、よいしょ。ここにこうやってね、紙が貼ってあって、隣にね、なんか色がとりあえず書いてあるんだよ、これ全部。これ、もたげさんっていう人が、こんな感じの色で塗るといいよって教えてくれたんだけど、まぁ、今回それをちょっと参考にして塗っていってます。今塗ったのが E50。で、次に E50 の次に E00 を塗るといいっていう風に書いてあるので、まぁ、これに従って塗っていきます。コピックとかのいいところって、こうやって誰かに聞くと教えてもらえるんだよね。色的なもの。例えばなんだけど、今のはもたげさん。で、次にこっちの方が、これね、お茶セレクションって書いてあるんだけど、とあるお茶っていう人が、この色いいよっていうのを俺が全部メモって、これ全部買ったんだけど。で、この松浦さんっていう人。これ画集でコピックは使ってないんだけど、まあ、こんな感じに塗っときゃ、それっぽくなるでしょっていうのを俺が勝手にね、思って、この色とかって書いてあるんで、こうやって自分の好きな絵師さんとかに、なんかその色何使ってるのって聞いたら教えてくれる可能性はあるかもしれないです。まあ参考書とか見て、なんか結構書いてあるからそういうのも。例えば、まあすぐそばにないんだけど、参考書って割とそういうのちゃんと書いてあるから、まあそういうのを参考にして塗ると、まあ悩まなくていいかなっていう部分はあるよね。じゃあまたこれを多少塗ってワープさせたいと思います。はい。これで影はとりあえず塗り終わりです。で、次はさらにここに影をさらにもう一色重ねていきたいと思います。次重ねるのは、さっきの紙で言うと YR00。これをね、こういう細かいところに塗っていきます。こういうとこね。これ入るとね、いっぺんに絵がぐわっとなってくれると嬉しいな。こんな感じでね、細かいところなんだけど、これ塗って多分やると相当いい感じになるんで。では、またワープします。はい、肌塗り終わりました。で、次はまあ細かいこういう宝石とか、あと背景とか、あとこの肩のファーの部分、まあ毛皮ね、こういう部分を仕上げていきたいと思います。まあ、毛皮部分までだったらばいいかな。ここはとりあえず C1、C4 あたりの色を使って、まあなんだったら C7 っていう、この辺は俺のまあ割とお気に入りの色なんだけれども、で、塗っていこうかな。C4。まあいいや、とりあえず C1 で、まあこんな感じをすごい粗い風に塗っちゃってっても問題ないから、
まあ、こんな感じに抜けてるよね。まあ当たってる光の向きなんかを意識しつつ、でまあ多分退屈だと思うんで、また時を飛ばします。はい、ほぼ完成になりました。ちょっと駆け足的な感じでね、塗りたい感じで、これは自分用なんで塗ってるんですけど、まずできたところはこの頭の宝石、これ左右やって、あとどこだ、服もこれ塗りました。こんな感じでね、この毛皮部分もこんな感じで、こうこれで、あとは背景をババッと軽く灰色系、まあ C4 とか、さっきここを塗った色だよね、ここ。ここでなんか背景バーッと適当にやってもう終わろうと思います。一応こんな感じで完成です。自分用の色紙。まあでも、ちょっとこいつを外して、一応こんな感じになってます。でもまあ自分だと、やっぱ自分で描いたいっていうのは評価が落ちるから、この絵が本当にいいかどうかはわかりません。まあでも、こんな感じでね、今回の色紙は終わろうと思います。またねー。